各交通機関の下りの混雑は来月2日がピークです。連休を海外で過ごす人たちの出国のピークは来月2日で、羽田空港から2万600人、先月 LCC ターミナルが開業した成田空港から4万6800人が出国予定です。また国内線も羽田発の便の9割近くが予約で埋まっています。新幹線も2日が下りの混雑のピークで、東海道新幹線や先月開業した北陸新幹線などの指定席はほぼ満席となっています。高速道路の下りは2日と3日が渋滞のピークで、関越道や中央道では40キロを超える渋滞が予想されています。